これより後半戦に入ります。第3クォーター、宝塚東のキックオフ。キッカーは9番星稜高校、リターナーは1番と10番。このキックはエンドゾーンに入り、タッチバックとなりまして、星稜高校自陣20ヤードからの攻撃となります。星稜高校自陣20ヤードからファーストダウン10。クォーターバック14番ハンドオフウェイから自らキープ。しかしこれを高塚東75番がチャージし、約3ヤードロス。星稜高校自陣16ヤードからセカンドダウン14。パス不成功。クォーターバック14番ワイドレシーバー13番へのパスでしたが、13番このパスを弾き、パス不成功。サーダウンに変わります。星稜高校自陣16ヤードからサーダウン14。クォーターバック14番プレッシャー浴びながらパスを投じようとしましたが、ここでスクラム。しかしゲインはなくフォースダウンと変わります。星稜高校自陣16ヤードからフォースダウン14。プレーを選択します。ギャンブル。しかしクイックパンク。これを宝塚東は読み、リターナーに入っていた7番これをフェアキャッチ。ハーフウェイ付近で攻守交代です。宝塚東自陣36ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー。キャリア35番相手タックルを引きずりながら約6ヤードのゲイン。
宝塚東、相手陣48ヤードからセカンドオン4。ここでボールをファンブル。オフェンスライン51番が押さえておりましたが、ノーゲイン、サーダウンに変わります。宝塚東、相手陣49ヤードからサーダウン5。ファーストクォーターバック1番左に流れながらワイドレシーバー7番にパス。7番これをワンハンドキャッチし、ジャックルしながらワンハンドキャッチし、ファーストダウン獲得です。宝塚東、相手陣31ヤードからファーストダウン10。不成功。クォーターバック1番再びパス、ワイドレシーバー7番へのフェイドパス。このパス7番ジャッグルしましたが、今度はキャッチできず、セカンドダウンに変わります。宝塚東、相手陣31ヤードからセカンドダウン10。ナイスラン、ファーストラン。クォーターバック1番、ワイドレシーバー21番へのヒッチパス。21番これをキャッチアンドラン、ファーストダウン獲得です。宝塚東、相手陣12ヤードからファーストダウン点。ランニングバック8番ハンドオフから地を突破、相手タックルを弾き飛ばし、そのままセカンドへフォートでエンドゾーンに飛び込み、タッチアー。宝塚東6点獲得。宝塚東トライ4ポイント。タッチアーの後のワンプレーです。キッカー33番、キック成功、1点追加。宝塚東24点、星稜高校6点。宝塚東キックオフ、キッカー7番。キックエンドゾーンに入り、タッチバック。星稜高校自陣20ヤードからの攻撃と変わります。星稜高校自陣20ヤードからファーストダウン10。
何枠10番ハンドオフから左を2タックルを突き約2ヤードのゲイン。星稜高校自陣22ヤードからセカンドダウン8。ナイスタック。ここでセーフティーバルへのパスターゲットを10番、しかしこれを宝塚東はアジャストし約1ヤード2ヤードのロス。ここでウォーターブレイクです。星稜高校自陣19ヤードからサーダウン11。パス不成功。クォーターバック14番ワイドレシーバー1枚のパスでしたが、このパスは合わずフォースダウンに変わります。星稜高校フォースダウン11、プレーをするフォーメーションを取っています。ギャンブル。パス成功。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。ターゲットは1番。先ほどのパスは失敗しておりました。しかしディフェンスの反則、パスインターフェアがありました。これにより15ヤードまったい、したがってオフェンス15ヤード前進で星稜高校ファーストダウンです。星稜高校自陣35ヤードからファーストダウン点。パス成功。ファーストダウン。クォーターバック14番ワイドレシーバー15番にパスを通しファーストダウン獲得です。
星稜高校相手陣34ヤードからファーストダウンテン。ナイスラン、ファーストラン。ランニバック10番ハンノフから左へオフタックルを突き、そこからバーンナウシとして左オープン展開、ファーストダウン獲得です。ここで宝塚東後半1回目のタイムアウトを取りました。宝塚東後半1回目のタイムアウトを取りました。星稜高校相手陣22ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。クォーターバック14番1番へのフェードパス、1番キャッチしましたが着地点が中でなくパス不成功となります。セカンダウンに進みます。星稜高校相手陣22ヤードからセカンダウンテン。94番、ここでラテラルパス、後方へのパスを展開しました。ボールは外へ出ましたが、これは後ろパスになりますとランと同じ扱いになります。ボールが出た地点まで交代したとなります。星稜高校大きく交代しサーダウンに変わります。星稜高校サーダウン18、ボールオンは相手陣30ヤード。パス不成功、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ターゲットは1番。ディフェンスの反則です。パスインターフェア。パスが浮いている間に相手選手に接触しました。15ヤードバッタリ、したがって攻撃チームは15ヤード前進し、ファーストダウンとなります。星稜高校ファーストダウン。星稜高校相手陣15ヤードからファーストダウンテン。パス不成功。
クォーターバック4番ワイドレシーバー12番へのパスでしたが、このパスは強く、パスキャッチできずにパス不成功となります。セカンドダウンに変わります。星稜高校相手陣15ヤードからセカンドダウン10。インターセプト、ターンオーバー。星稜高校ここでパスを投じましたが、これを取ったのは宝塚東11番。宝塚東がパスを取ったことにより攻守交代です。ターンオーバー。宝塚東自陣31ヤードからファーストダウン10。ナイスラン、ファーストダウン。ランニバック32番、ハンドオフ OK、 中央突破、そのまま相手ディフェンス飛び越え、ファーストダウン獲得です。宝塚東相手陣35ヤードからファーストダウン10。キュビーサーク、クォーターバック11番、ここでパスを投じようとしましたが、これを星稜高校がキュビーサーク。サークは星稜高校19番。宝塚東ハーフウェイからセカンドダウン15。クォーターバック11番スクリーンパス、ターゲット8番、これをキャッチアンドラン、約10ヤードのゲイン。宝塚東相手陣40ヤードからサードダウン5。中央へのランプレー、キャリア32番、セカンドエフォートで前進しましたがフォースダウンに変わります。宝塚東相手陣29ヤードからフォースダウン4。プレー選択します。ギャンブル、ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了です。第3クォーター終わりまして、宝塚東24点、星稜高校6点、攻守方向入れ替え、第4クォーターに移ります。